8000石と様のご依頼。8000石の左京作ってもらいたい。8000石や何本ぐらいある？レグレある。レグレな。レグレ、まあな。まあ、見やすい言うたげら。8000石入る入れ物に、一定で8000石。あれ、よう分かったような分からんようなこと。そうそう。まあ、でけな、今日こうして2つあるけ。これを。 お互い一平ずつ作ってくれたせいでよろしい。はいはい。そうそう。今、これもの根幹好きで、あ、さらやりからやりから。はい、これ、これ。あ、すげえ。岩を、岩を、開き目、歩いと、かぶりて、神。
우리나라 타이코로 파워카라 하이파이 우리나라 렛츠 브라사 何を言うて、時ならば、日本一の富士の山、日本で、生まれた赤ちゃんに、生まれたおかしなことになってしまったそうなので、 もう一丁も遠いだろうか大物尽くして遠いだろうか大物尽くして遠いだろうか何があっても一の袋山ので海が空見て丸裸とかく心がままならぬこの世がままね行くならば東京銀行振りかけ空飛ぶ衛星重ね着て新幹線やフェリーボートが下駄と吹き着いたこちらの姉ちゃんと着いたあちらの姉ちゃんを 両手に花と皿込んで世界一周しましょう世界一周しているとあんまり喉が渇いたようなので太平洋の真ん中にと奥まり二口三口に飲みをした真ん中の上にかかったようなのでポンとしぐすら大きなクジラがどんぶらこうと飛び出したのやっとこはせばどっこいどっこい やお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 
く孫らをことにして年寄り子供に分かるように、はい、ゆっくり食べたるキッチンこちらじゃございません、はい、早めこらさーどんどん声にこれどっかへさあそこで、ね、はい、やれこれどんどん言うねどんどんね、はい、あ心で日向が降りてきた、はい、あ日向が一番飛ぶなれば、はい、何をつい言うて解いたのか、はい、あびっちり言葉はば言葉、はい、あればこればちりとば、はい、やれこらさーのどんとけ、はい、あ岡山県の名物名所で解いてやれ、はい、まずは日本一はきびだんご、はい、ご存じ名所は後楽園、はい、円通寺は円通寺は良寛さん、はい、関東のお湯ならお靴に茨城湯の方で、はい、合計良いとこ秋景色、はい、四季を通じて茨城ダム、はい、昔懐かし倉敷市、はい、下津井港には集団、はい、関係体内高松稲荷、はい、立派な社が根本郷、教養の良いとこロープウェイ、はい、映画の帰りに美術館、はい、丹波の滝の秋もみじ、はい、自慢の武器県庁舎、はい、三者孫行く高すぎず、はい、水の流れが浅い川、はい、海水浴は渋川で、海水浴は渋川で、はい、ジャージー牛なら日本バラ、はい、山陽池なら動物園、桧原、はい、にあるのがこの武道ロマン館じゃ温泉か、まだまだあるけれど、カメラまだまだあるけれど、中でも備中神楽がええそうな、はい、備中神楽が日本一、じいちゃんばあちゃん母ちゃん母ちゃん父ちゃん、ああ誰にも聞いても備中神楽が一番じゃという、ああ後陣神楽もいたしましょう、八幡様の神楽もいたしましょう、武道ロマン大神楽ずっと毎回いたしましょう、結婚式や新築祝いや学生式や校庭も神楽を必ずいたしまいよ、神楽の話があるときは何が何でも茨城支部の対応をよろしくお願いします。今日徳太郎みんなら工事を入れてください、山本浩二、山本浩二、山本浩二、そう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 、そこの水道工事、おい、水道工事、まああるな、今度はマスドリ、マスドリか、
よろしくお願いします。マッソリ。はい。マッソリ。はい。一つ通せ。一つ。物の始めを打つという。二つ通せ。叩いていくのを二という。三つ。鬼のタイヤか三という。四つ。白黒打つのを五という。六つ。飲んで当たるのを毒という。七つ。物を持って通うのを七夜という。八つ。うんと飛んできてチクッと刺すのを8という難儀をするのを9という、はい、焼き金を水の中へつけるつじょぐぐるぐるぐるで一等賞よっしゃ、はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ今日は交通安全、はい、そうそうそう一つとせ、はい、一人一人がお互いに交通ルールを守りましょう。一つとせ2人の字はうないよ。電車通学一列で三つとせ。道行く人は心して前後左右のクリームを四つ。夜道の無頭か危ないよ必ずライトをつけましょう。三つとせ。いつも心にブレーキをちょっとした油断が事故のもと。七つ。何歩を急んでも5分と変わらぬここ茨城の道。やたらにお酒を詰めない伸ばした人も罪になる。七つとせ。交通安全世界の願い、富士子安全太陽の願い、尊い命を落とすよりスピード落として皆様安全運転を心がけましょう。一丁が南方焼き道具、二丁拳銃西部劇、三丁はいつも山の上、四国は市長は選挙で選べる、五丁さんはいつもハワイから飛行機で、五丁は1メートル54メーター、七丁は慎重な吹雪で使用式、八百八丁は井戸の町、九丁さんはいつも行儀が良い、順調に育て茨城の子供たち。山国は大地で、北条沖を通る船が東国や戦国で、まずはおめでとうございます。あのな、はい、福本さんね、福本さんじゃないですよ。